はい、こんにちは、林です。今日はですね、はい。はい、また買っちゃいましたね。まあ、今、良品週間やってまして、まあ、ちょうど、11月15日から11月25日までだったかな、10日間、良品週間やってるんですけれども、本当はですね、買わない予定だったんですよ。まあ、理由はですね、まあ、先日、枕を 30% オフで買って、あと、お風呂の椅子も買ったし、まあ、良品週間の前に、とりあえず欲しいもの買っちゃったんですよね。僕、あんまりこういう割引のセールとか正直どうでもよくて、うん。まあ、ただね、まあ、良品週間買わないんですかとか、この前ライブ配信してる時にも言われたので、まあ、ちょうどですね、昨日フラット無印に寄ってみたんですよ。そしたらですね、あ、意外とこれ安くなってるな、欲しかった商品が安くなってるなってものがあったので、ちょっといくつか購入してきました。ということでね、じゃあまた良品週間で購入してきたものっていうのをですね、紹介するんですけれども、はっきり言います。そんなに買ってません。うん。まあ、やっぱりね、僕の動画の初期でいろいろ買いすぎたっていうのはあるんですけれども、まあ、あとね、そんなにいっぱい無印良品のもの買っても、正直無印良品の商品はいっぱいありますよ。本当にこう、化粧品だったりとか、家具家電類だったとか、いろいろあるんですけど、ただ、僕が今使えるものの範囲内で買い替えるってことはちょっとね、と思いまして、まあ、やっぱ、あと化粧水とかは今使ってるんですけど、化粧品とかは僕使わないじゃないですか。まあ、やっぱりね、男性っていうところもありますし、使わないのでって考えると、まあ、キッチン用具もね、だいぶ揃ってるので、もう買わないかなっていうところですね。まあ、ただ、もう、あ、これもともと欲しかったんだよなっていう商品はいくつかありまして、それがですね、ちょうど安くなってたので、まあ、早速本題に入っていこうかなと思います。はい。で、本題に入る前にごめんなさい。またフェイントなんですけれども、今回はですね、ここに大量に入ってるんですけれども、はい。はい、これです。はい。これ買いました。全部出しましょうか。そしたら、はい。これですね、11個買ってるんですけど、はい。不揃いバームです。はい。バナナバーム、かぼちゃバーム、コーヒーバーム、これマロンバームですね。マロンバーム、そしてメープルバーム、そして、塩キャラメルバーム、バターバーム、宇治抹茶バーム、紅茶バーム、そして焼きリンゴバームですね。なんでこんなにバーム買ってるかって言いますと、食べ比べをします。はい。まあ、食べ比べをしよう思ってね、もう2、3ヶ月経ってたんですよ。なんかね、こうすげえ YouTuber っぽい動画じゃないですか、逆に。無印良品のバーム食べ比べました。イエーイみたいなね、動画ね、ちょっと一回撮ってみたかったんですよ。まあ、僕の動画基本的にこう、真面目に堅苦しく喋る系の動画ばっかりだったと思うので、まあ、ちょっとね、YouTuber っぽいの撮ろうかね、みたいな。まあ、これが再生されるかどうか僕は知らないんですけれども、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、無印で売っている、不揃いバーム全部買いました。はい。合計がですね、1650円だったかな。1150円なんですよ。うん。150円なんですよね、1本が。だから1650円だったかな。ちょっと定かではないんですけれども、まあ大体それぐらいで購入できました。まあぶっちゃけそんなに高くなかったので、まあ食べ比べをちょっとやってみようかなと思います。ただ、これですよ。これ。このサイズですよ。これを食べ比べになるので、ちょっとね、お腹パンパンになるなぁと思うんですけれども、頑張ろうかなと思います。フードファイターみたいですね、本当に。もうこれ食ったら多分ね、一日多分何も食べずにいいと思いますよ。まあ、ただね、ちょっと食物繊維が皆無なので、まあ、野菜、サラダぐらいは、まあ夜に食べようかなと思ってるんですけれども、まあ近々ね、これを食べ比べてみたっていう動画ちょっと出そうかなと思います。はい。不揃いバームですよ。はい。これをですね、食べ比べるという動画出しますので、まあ、良品週間で 10% オフになってて安く購入できたので、まあ、いいかなと思いますね。はい。ってことで、まずは、不揃いバーム全部ですね。で、こっからが本題ですね。こっからなんですけれども、はい。こちら。はい。ついにですね、アロマディフューザーを購入しました。まあ、僕の家ですね、無印のアロマオイルはあるんですよ。これですね、多分ね、もう、古いタイプかな。2年前ぐらいに購入したので古いタイプだと思うんですけれども、アロマオイルだけはあるんですよ。で、多分まだ使えると思うので、で、これもともと何に使ってたかっていうと、加湿器に使ってたんですよね。僕が加湿器に入れるために使ってたんですけれども、まあ、うちの家そんなにね、加湿器つけなくても、そんなに乾燥しないんですよ。まあ、ただね、せっかくこれがあるのになんかね、使わないともったいないなと思って、
あと僕香りとか結構好きで、まあ今家の香りとかね、こうちょっとこだわりたいなと思ってたので、ちょっとアロマディフューザー購入しましたね。これですね、実は4990円です。通常で買うと。まあ、ただ、11月28日までに購入すると、なんと3990円で購入できると。めちゃくちゃ安いですよね。1000円オフで、さらにそこから 10% オフなので、通常よりもかなり安く購入できたので、これはもう即買いしました。よし、買おうみたいな感じでね。もういつか買おう、いつか買おうと思ってたら絶対買わないと思うので、今回これ購入しました。まあ、開封動画とかはね、ちょっとまた後日やろうかなと思うんですけれども、まず、これ購入しようか検討してる方にちょっと詳しく説明してみますね。で、まず、これが一番小さなタイプのアロマディフューザーになりまして、対応スペースが6畳から8畳です。で、僕の部屋は 7.5 畳なので、まあちょうどいいかなっていう感じですね。で、あと、連続使用時間約3時間、3時間分のアロマディフューザーが使えると。で、あと、タイマーがついてますね。180分、120分、60分、30分。だから、夜こう、つけっぱなしで寝ていても、例えばタイマーをつけていたら、自動的に電気が切れるよっていう感じになります。あと、LED ライトを使ってるのと、2段階の明るさ調整機能付きということで、まあ、これ間接照明としても使えるっていう感じになりますね。まあ、アロマディフューザー初めて購入するんですけれども、まあ、無印のね、オイル、こういったもの、他にもいろいろ種類あるじゃないですか。今ちょっと、これがですね、シールじゃなくて多分もうガラスに直接印刷されているタイプになっていると思うんですけれども、まあ購入できたので、これをですね、またちょっと使っていこうかなと思います。はい、まあこんな感じですかね。今日はちょっと短い動画になったんですけれども、まあ無印で、はい、アロマディフューザーを購入したっていうのと、あとこれですね、不揃いバームですよ。はい、大量に買ったっていう動画でした。まあこんな感じでね、まあ正直今後無印良品で商品を購入するっていうのは多分少なくなります。まあ理由としては、まあ大体揃ってきたっていうところと、あとキッチン用具とかほとんど揃ってるので、あと洗面所の用具とかも揃ってますので、まああとはね、テレビ台とかちょっと買おうかなって思っています。で、僕引っ越すって言ってたんですけど、まあそれもですね、ちょっと今考えてまして、まあ理由はですね、福岡でオールウェイズランチっていうの始まったじゃないですか。ランチの食べ放題サービスですね。で、あれが始まったから、ここに住んでた方がコスパいいじゃないかっていうことになってしまったんですよね。まあだからちょっと引っ越しに関しても今要検討中なので、まあそれをまた確定次第また皆さんにお伝えしようかなと思います。ということで、今日はですね、良品週間で購入したもの、商品、紹介でした。まあこんな感じで、普段無印良品で、購入した商品紹介とか、あとシンプルライフについての発信してますので、ぜひチャンネル登録していただければなと思います。あと個人ブログ、インスタもやってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。では動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。